俺はサバイバルをしていると、はい、ディスカバリーチャンネルでもう勉強してきましたからなんか浮いてるわ、面白い、おー絶景絶景。はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、桜木仁でーす。はい、ということでね、今回もマインクラフト実況の方をやっていこうかなと思います。よろしくお願いします。はい、ということでね、まあ、やっていくんですけど、まあ、この動画はですね、マインクラフトの自作モッドの作り方のシリーズで、まあ、実際に作ったモッドをね、実際に入れてみて、まあ、サバイバルで遊んでみようっていう感じのね、シリーズになっております。なので、まあ、普通の実況者さんみたいな、なんか、エンドラ討伐とか、なんかそういう目標があるわけではなくて、まあ、実際にね、作ったモッドで、どんな感じにサバイバルして、まあ、遊んでいくのかっていう感じでね、まあ、やっていこうかなと思います。まあ、なので、まあ、目標としましては、自分が作ったモッドを最大限に遊び倒す。まあ、それが目標ですね。というような感じで、まあ、やっていこうかなと思います。で、前回、こちらですね、ヒオイロカネの魂。まあ、通称、サクラインゴットって呼んでるんですけど、まあ、こちらね、まあ、自作モッドで、まあ、作ったね、アイテムなんですよ。で、まあ、前回、ネザー行って、金とか取ってきたりして、まあ、こちらをね、作ることには成功したんですけど、まあ、今回ね、これを使って、まあ、遊んでいこうと思ったんですよ。思ったんですけど、なんかよく考えてみたら、俺、サバイバルしてるんですよ。はい、ただモッドでね遊ぶ動画ではないんですよね。俺はサバイバルをしていると、はい、なので、まあ、大事なねライフラインはちゃんと確保して、まあ、遊んでいかないとね、作ったモッドもね最大限に遊べないということで、今回ねライフライン確保ということでやっていこうかなと思います。はい、まあ、こう見ていただいた通りですね、このね俺が持ってるチェストこれだけなんですよ。で、全財産これなんですけど、飯がないんですよね。もうそろそろちゃんと活動するのにはね支障が出てくるレベルで飯がないので、今回畑の方を作って食料の確保ということで、普通にねサバイバルやっていこうかなと思います。で、まあ、普通にね、畑作っても、まあ、面白くないので、いい感じのね、かっこいいスタイリッシュな畑、考えてきたのでね、まあ、そちらを作っていこうかなっていう感じでね、まあ、やっていこうかなと思います。と言っても、建築資材も何もねえ。とりあえず材料集めからだな。まあ、やっていこうか。木がねえんだよな、まず。木がねえから、ツールさえ作るのが、ままならない。で、まあ、作る場所ね、もう考えてあるんですけど、道はね、もう忠実にここ、もうね、村があるから、ここはね、発展させていこうかなっていうことで、まあ、この道はあんまり消さないような感じで、これに沿って作っていくのが、まあ、楽なのかなっていう感じでね、今回ここに作ります。もう近い。家から近いところにね、畑作っといて、まあ、いつでも食料が確保できる、まあ、そんな環境を整えていこう。ということで、まあ、整地しつつ、まあ、木を集めつつ、みたいな感じでね、まあ、やっていこうかなと思います。おやすみ。で、まあ、説明もね、結構下手くそなんですけど、まあ、ここら辺、これ道じゃん？ここ道なんで、どうしようかな。ちょっとここの斜めがうぜえな。この斜め超気になる。ここ一段下げるか。ここ一段下げて、ここ階段にしよう、今後ね。今後階段にしていこう。で、まあ、ここは道じゃん。なんで、ここ削るか。ここ削って、こっちの村にアクセスできるようにしよう。そうしよう、そうしよう。で、まあ、土もね、集められて一石二鳥と。土今回ね、畑作るんで土使うんだよね。土はいっぱい集めておきましょう。ここ道だからここ縦のラインしよう。なんで2マス、うん、ここら辺からかな。ここら辺からやっていきましょう。ここに 9×9 の感じを作っていく。そうだね。
1、2の3、4、5、6、7、8、9と。あ、ちょうどここだね。ちょうどここなんで、こんな感じか。よし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 、いいよ。で、1、2の3、4、5、6、7、8、9。ここがですね。オッケーオッケー。いいね。若干見えるかな、これ。この四角のラインにどんどんね、畑を作っていくんですよ。土地面積これだけでいい。最高。で、まあ、この真ん中はここら辺かな。真ん中、真ん中開けといて、真ん中ここでいいんだよね。1、2、3、4。ここか。真ん中ここですね。で、1、2、3、4。OK。で、この層をもう一段上に作るのよ。なんで、ここだから、ここ端っこだね。ここ端っこだから、3段目ですね。もう一段上にしよっかな。なんか、天井低いの嫌だわ。もう一段上だな。なんで、これ4段目にしようか。4段目にして、こう、9×9 をね、また作っていくと。これ邪魔くせえな。まずは支柱作っちゃって、この囲いを作っちゃって、まあ、後から埋めるみたいな感じでいいかもね。で、真ん中だけ開けとくのね。真ん中だけ開けとかないと分かんなくなっちゃうから、まあ、これ開けといて、ここら辺はまあ分かんなくなっちまうから、溝だけ開けとくか。よいしょ。これで2段だね。これで2段で、ここ後でね、なんか階段でもつけようかなとか思ってんだけど。まあ、とりあえず、土でいっか。で、こっから、1、2、3、4。豆腐でもいいのよ。豆腐でもいいから、なんか、こう、ちょっとでかい感じのできると、なんかいいよね。あ、土なくなった?お、あるじゃん、あるじゃん。よし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 。いいよ。いいね。そしたら階段どうしようかな。階段このまま、とりあえず階段このままつなげちまうか。よいしょ。オッケー。じゃあもう一段上行こうか。1、2の3、4。やべえな。落下で死ぬぜ。いいね。いいね。できてきてんね。ここ、階段どうしよう。階段、折り曲げとくか。とりあえず折り曲げて、こんなでいっか。よし。あともう一段ぐらいかな。せっかくなんで、五重の塔っぽい感じにしたいよね。もう、ただの畑なんだけどさ。ただの畑なんだけど、五重の塔っぽい感じにしとくと、まあなんかかっこいいんじゃないかな、みたいな。一応ね、モッドの名前、鬼神モッドだから、ちょっと和風みたいな感じで、和風建築っぽいのでやっていきたいよね。一回寝るわ。よし。あ、そうだ。なんかリプレイモッドもね、一応入れたから、これ使ってみるか。これ使ってみよう。どうなるかわかんないけど、なんか編集でいい感じになってるはずだから、まあぜひね、見ていってください。これ緑の増えたら道増やしといた方がいいな、これ。わかりにくくなっちゃうからね。ここまで道ですよ、と。あとまあ柱を削っていって、じゃあもう一段作ります。1、2、3、4と。
OK。あとはこいつをつないであげれば、まあ、五重の塔がね完成するかなと。また土で枠作っただけだけど。てかさ、今思ったんだけどさ、これ枠の中埋めないといけないじゃん。土足りねえ。土が足りなすぎるわ。マジかこれ。まあ、資材もねあんまないからね、まだね。あれだね、どんどん資材集めたら、まあ、どんどん改築で、まあ、装飾とかもちょっとずつ増やせていけたらいいかなみたいな感じかな。まあ、とりあえず基礎の形だけは作っとこう。よし、 OK っすね。どっかから土をね集めてこないといけないですけど、あんまりね、あんまり遠いとあれなんで、ここら辺もここ一段下げるか、こう下げて、うん、こういうやつとか削って平らにしていきましょう。整地もできて一石二鳥っすね。これいいわ。これ皆さんもね、サバイバル始めたらこれ作ってみてください、これ。整地できるわ。飯が確保できるわ。いいわ、これ。で、場所もあんま取らないわ。素晴らしい。まあ一応5スタックちょい集まったので、まあこれで土引いていきましょうか。上からのがいいよね。で、こう端から1、2、3、4かな ?5。ここか。ここは開けとくんだよね。なんかこんな感じかな。もう真ん中だけ開けとけば、あれだから、大丈夫だから。よし。まあ、これをね、どんどん下もやっていきましょう。あれ、もう夜か。もう夜か。早いな。ちょっと土掘ってただけだよ。マジか。よし。
おーし。胃腸できたね。あ、これ今ね、一応土の板が浮いてるような感じになっちゃってんだけど、まあ、この後ね、まあ装飾かなんかすればまあいい感じになるんじゃないかなみたいなみたいな感じですね。はい。おーし。でちょっと水流して耕していきますか。水をね、確かここら辺の、あった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 。あった。どんなとこから水持ってくんねんっていう感じなんだけど。あれなんだよね。水ねんのよね。回収。で、これで上から垂らして、水が下まで貫通すれば貫通すれば成功。多分いけそうだね。よし、行くぜ。ドン。どうなった、どうなった、垂れてるね。お、いいね。お、かっけえじゃん、かっけえじゃん。おー、素晴らしい。そしたらまあ耕していけばまあ五重の塔畑の出来上がるだもうちょっと上から耕していきますか。いいね、いいね。染まってるよ。水染み込んでるよ。いいよ。1,2,3,4。うん。水から、4マスね、離れたとこまでしか水染み込まないから、このね、水からこう4マス離れた感じの 9×9 のね、長方形で水を染み込ませていきます。はい。なんか知んないけど、斜めも4マスなんだよね。普通さ、普通こう、丸い感じになるのかなという感じのイメージあるんだけど、ここも4マスいけるんだよね。はい。なんですけど、5マス目はね、濡れないっていう。なんともおかしい。これいけんじゃね？おぉ下の階いけるぞ、これ。で、まあ、ここも耕すと、多分ね、水染みると思うんだよ。試してないから分かんないんだけど。多分いけたような、あ、染み込んでる、染み込んでる。よし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 、作戦成功。てか、これ、やばいな、これ。クワの耐久率やばくね。これ、一段耕すだけで、これ耐久率や、おかしくないか。一段半で、なくなったぞ。これ、クワ足んねえな。よし。で、もう一段下。よいしょ。これ見えるかな？お、見えるね。よし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 。背中に万字書いてあるね。このスキンね、一応自分で作ってみたんだけど。まあいいんじゃないかな。マジ万字。そして夜になってきました。もうちょい、この段終わったら寝るか。そしたらちょうどいいっしょ。よし。おやすみ。こっからか。こっから、こんな感じで。1,2,3,4。そうですね。おお、さあ、ラストクワ。やっぱクワ。クワ5本必要だったね。やばいわ、これ。よーし。じゃあ、耕し終わったんで、あれかな。種植えましょう、種。うん、全部埋まりきんないな。じゃがいもとかも埋めとくか。あと、村のね、あっちの畑、見てないんだけど、人参とかねえかな。あ、ここにも蜂の巣あるな。あ、この村いいかもな。蜂の巣いっぱいあるわ。なんか浮いてるわ。面白い。で、ここら辺に畑が。あ、人参ある、人参ある。もらっていくぜ。一個だけか？一個だけみたいだね。あと、じゃがいもと、小麦か。種もらっていくよ。あと、この村は畑は、あ、
あっちか、あっちの鍛冶屋のところにもう一個あったような気がする。あ、こっちいっぱい人参あんじゃん。人参もらってくぜ。なんかここ暗いのすげえ気になんな。あ、絶対なんか湧くだろう。で、ここ近道あるんだよね。お、存在感がやべえ。あの水柱あるだけでだいぶ違うわ。おお、じゃあちょっと植えていきますか。どうしようかな。とりあえず、上の段は小麦だろう。お、進捗達成。種だらけの場所。次こっち行ってみよう。じゃがいも、じゃがいも、人参。人参行ってみようか。やばい、これ食うぞ。やばいぞ、これ。いや、これ多分足んないんだよね。人参足んねえんだよな。9×9 だから、81個。で、真ん中ないから、80個か。80個植えられるんだね。素晴らしい。で、3段目はジャガイモですね。そういえばなんかスイートベリーとかそこら辺植わってないのかな。スイートベリーもさ、結構好きなんだけど、見た目が。結構観葉植物系な感じでも、いいし、結構植木としても使えるから、なんか集めておきたいね。よし。とりあえず上3段は積み終わったが。おぉ。絶景、絶景。はい。というような感じで、今回ね、五重の塔式畑ですね。出来上がりました。この畑のメリットは、あれですね。少ない面積で大量の作物がゲットできるということで。まあ、デメリットはあれですね。収穫と田植えがめんどくせえっていう。平面じゃなくて、登っていかなくちゃいけないからね。まあ、そこのところめんどくさいんですけど。まあ、ちょっとね、水垂れてる感じもスタイリッシュで、かっこよくね、これ。はい。ぜひ、サバイバル始めたから、これ作ってみてください。というような感じで。まあ、自作モッドで遊ぶといっても、こういうね、サバイバルをやっていくわけですから、まあ、一応ね、食料と、水と、火と、あと、シェルターですね。ディスカバリーチャンネルで、もう勉強してきましたから。これでね、サバイバルの基盤が一つ整ったといっても過言ではない。というような感じで、まあ、今回ね、こんな感じで終わろうかなと思います。まあ、食料の問題が解決したら、まあ、だいぶね、楽になるかなと思いますので、まあ、次回はなんかやりたいですね。ということで、まあ、お楽しみにということでね、今回こんな感じで終わろうかなと思います。この動画面白かったら、ぜひチャンネル登録、高評価、励みになりますんで、よろしくお願いします。で、まあ、自作モッドの作り方のね、動画の方もおすすめですんでね、モッド作ったことない方でも分かりやすいように説明してますんで、ぜひね、見て作ってみてください。というような感じで、今回ご視聴ありがとうございました。それじゃあ次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。